で、様子はどうなの？みんな元気にしてる？ええ、元気ですよ。ただ、いきなり開発中止と言われても、現場のみんなは納得できていないって感じですよ。僕個人にしてもそうですけど。事前に通達はなかったわけ？そんなものありませんよ。1曲だけじゃなくて2曲もジフェーズの準備を進めていましたから、実際かなりの下準備が無駄になっちゃったわけですし、そっちの不満も相当なもんだったらしいですよ。みゆきちゃん言ってました。金銭的な損失の補填は政府がしてくれるそうですけど、僕らが計画に費やした時間までは補填しちゃくれませんからね。それ本当に2曲の相違？みゆきの個人的な感情なんじゃない？あの子、コスモスの並走開発に燃えてたから。あれ、なんだ。ああ、アレンさん、先輩そろそろ着きました？って、なんだ、もういるじゃないですか。なんだって。それが半年ぶりに元同僚の元を訪ねてきた者に言うセリフ？半年ぶりって、いつも UML で会ってるじゃん。みゆき！やっぱ、オフレコでしたね、これ。オフ、何です？ううん、何でもないの。こっちの話よ。そうそうそう、女同士の。そんなことより、アレンさん良かったですね。ホテルで先輩と二人っきり。もしかしてこの後は、しっぽりのまったりですか？何を君はいきなり。あれあれあれ、もしかして図星？図星も何も、僕がそんな不埒な真似するわけがないだろう。しっけな。そうやって慌てるところがますます怪しいな。あーやだやだ、男ってほんとけだもの。バカ。それよりあなた、何か用があって連絡してきたんじゃないの？ああ、そうそう。夕方までに並走の必要要項を提出してください。並走？何の？何のって、コスモスですよ。あれ？富樫君から聞いてないんですか？明日、例の新兵器のお披露目を兼ねた公開演習が開かれるじゃないですか。それにコスモスも参加するって話。当て馬にされるって噂ですよ。なんだよそれ、全然聞いてないぞ。第一、僕はこれからオフで。何言ってるんですか。夕方までに用意してもらわないと、こっちも手続きに時間かかるんですからね。ま、そういうわけでお仕事頑張ってください、新主任さん。ちょっと待てよ。なかなか忙しそうね、新主任さん。あのすみません、僕戻らなくちゃ。本当はこの後主任に楽しんでもらう予定だったんですけど。いいわよ。あ、埋め合わせと言っちゃなんだけど、明日の公開演習、私も見学できないかしら。コスモスやみんなにも会いたいし、ダメかな。ああ、それなら特別顧問の見学ということで局長に申請しておきますよ。記録上は円満退社なわけですから、多分問題ないでしょ。明日、迎えに来ますから。うん、ありがとう。